はい、どうもこんにちは。今回はですね、こちらは小金町駅ですね、横浜中区の小金町駅になるんですけど、小金町駅までですね、レンタルシェアバイクの横浜ベイバイクですね、のポートができてました。こちらまで来れるっていうのはちょっと便利ですよね。はい、でこの横浜の小金町駅の降りた向かい側、セブンイレブンが線路下にあるんですけど、そのもう隣ぐらいですかね、こちらのお店ですね。こちら飯キングっていうお店なんですけど、はい、これがメニューですね。はい、もうサクッと入店しました。平日の15時11分待たずに入店という感じです。お店に入りましたら券売機がありますので、そちらで、買って、入るというような形ですね。はい、で、今回このメシキングなんですけど、館内の駅にもあるんですね。で、館内の駅にはこの二郎系の今左の真ん中あたりに見えているこの大八郎っていうメニューがあるんですけど、これがどうやらないみたいなんですよね。なんで小金町のお店にある、まあ限定なんですかね、二郎系のラーメン大八郎っていうのがありましたので、そちらを買ってみました。で、麺の量がですね、変更できないみたいなんですね。でちょっと確か 240g ぐらいですかね、茹で前 240g ぐらいということで、であと白米もついてくるんですね。ちょっと多いかなと思ったんですけど、ちょっと減らすことできないんですよということだったので、分かりましたということで大八郎を購入してというんですね。こちらですね。はい、出てまいりました。お店はですね、カウンターとテーブル席があって、テレビもあるような感じの、まあ定食屋さんといいますか、そういった感じの料理ですね。でただもうどんな料理もすごい多いんですよ。なのでがっつり行きたい方はもうガンガン行けるっていうような感じのお店なんですけど、はい、でこんな感じですね。大八郎、チャーシューとゆで卵で唐揚げという感じですね。特にコールはしてないんですけど、もうニンニクと油が乗ってくると、注目すべきは、もやしにニラも入ってますね。はい、でちょっとこう一味ですかね、がパラパラとかかっているという感じですかね。でライスはこう無料でついてくるんですけど、まあ、量が多かったので一応一番少ないのにしてくださいというふうにお願いして、こんな感じです。はい、で食べてみたんですけど、まあその二郎系、二郎インスパイア系の、まあ、流れを汲む豚骨醤油という感じなんですけど、まああれですね、食べやすい感じといいますか。はい、で唐揚げが乗っているんですけど、この唐揚げがですね、カラッとしているところにこの豚骨醤油を吸って、いい感じなんですよね。はい、美味しいです。このサクッと感もあり、まあもちろんその浸したらその油の感じもあるっていう感じなんですかね。はい、私はちょっとこうサクッと感を味わいつつって感じで、
この煮た卵も中が半熟な感じで良かったです。チャーシューは薄めが1枚という感じですね。ちょっと多いかなっていう、初めに聞いた話だと多そうかなと思ったんですけど、サクッとこれも食べ終わってという感じですね。はい、普通に美味しく、いただいてまいりました。お腹も満腹という感じでございますね。はい、他にもハンバーグがあったりですとか、生姜焼きがあったりですとか、もうがっつり系ですね。もう丼物、はい、このファイヤーキング丼とか G ファイヤーキング丼とか、はい、この辺がものすごく多いと。でマヨネーズだったり、お漬物だったりを言うともらえるというような感じのお店でございます。はい、もう過ぎてしまったんですけど、5月の7日で2周年ということで、当日限定イベントラーメン100食無料サービスというすごいごっつい企画やってますね。当日は通常メニューの提供はありません。なくなり次第営業も終了とさせていただきますということが書いてあったんですけど、じゃあこれだけやったっていうことなんですかね。すごいですね。本当に感謝イベントっていうことですよね。すごいな。あなたの胃袋をつかみますということで、高金町の駅前、もう目の前ですねにあります飯キング、こちらの、二郎系の O8、こちらを食べてきましたということですね。こちらは日の出町駅まで来て、なんかこう消防車がすごくいっぱい来てて、なんかあったんかなっていう感じでございました。はい、以上ですね、参考になりましたらですね、いいね、高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で、メシキングの館内店の方にはですね、このメニューが外から見たところはなかったので、もしかしたらないかもしれないですね。まあ、中で聞いて、お店の方で聞いて、もらうのが一番わかりやすいかなというふうに思っております。以上です。